はい、皆さんお久しぶりです。極貧弱小 YouTuber のゲソです。2月23日、今日は水曜日ですかね。祭日になりますね。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。私の方はね、ちょっと最近のね、激務から一日中ね、寝てしまったんですけども、おかげでね、体力の方は少し回復できたかなというところですね。はい。で、今日はですね、先ほどまでですね、ちょっとレトロイドポケット2プラスですね。こいつでまだドリームキャスト と、PSP の方ね、検証してなかったんで、PSP のね、今日検証をやっていて、先ほどね、多かった検証の方を済んだんですけども、そんな中ね、ちょっとパーキリーさんにちょっと動きが少し今日ありましたんで、皆さんとね、この辺の情報共有しながら、あとね、今後ちょっと私がね、個人的に、このパーキリーさんとは別に、ちょっと買って、レビューしようかなって思ってる商品を少し紹介していこうかなと思います。はい。それでは早速行ってみたいと思います。まず、パーキリーさんの、新情報からですね、こちらの今、画面に映っております、X28 という商品ですね。で、これがね、今日、バックショットで、公開されたんですけど、これおそらくですね、前回のパーキリーさんのコミュニティで、アンケートを取っていた、X18S の、新型ですね。新型というか、シェルの内容を、クラムシェルから、こういうハンドヘルドに変えたタイプのものを出すんだけども、皆さんどうですかっていうことで、アンケートを取ったところですね。どうやらRGBT Max 2のような、グリップがしやすいようなタイプで出してほしいということでリクエストが入ってたので、それにね、習った商品がこれになると思うんです。要は、だから、こういった形のハンドヘルドでグリップがついたタイプの X18 っていう形のね、商品になると思います。ちょっと詳細書いてないんですけど、おそらく時期的に考えてそうじゃないかなと思われます。なので、これね、一応X18S の新型が出るっていうそのアンケートがあってから、だいぶ経ったんで、先日ね、私の方で、パーキリーさんの方に問い合わせて、X18S の、新しいシェルのやつって、いつ頃になりそうですかって問い合わせたら、4月頃までには、なんとか出したいと思うっていうふうにおっしゃってたので、おそらくね、これがもうプロトタイプで完成したものをバックショットとして載せてきたんじゃないかなと思います。で、背面にね、こういう感じで穴開いてますので、排熱処理の方もね、少し気を使ったような商品になるんじゃないかなと思います。あるいは、前ね、少し噂のあった Windows 搭載のものを、開発してるっていうことをちらっとほのめかしていたので、もしかしたらその商品の可能性もゼロじゃないと思うんですけど、時期的に考えてカミングスーンって書いてありますので、おそらく18S のシェルを改良したバージョンじゃないかなと思います。はい。ということで、これが一つ目の商品になります。でね、今日ね、続々とね、あったんですよ、情報が。次がですね、これはね、次のやつはね、新型というわけじゃなさそうなんですけども、以前からね、販売していた、V90 というね、ゲームボーイ SP 型の、商品になりますね。中身は、確か RK3128 かなんかの一つね、二つぐらいか、今から数えると二つぐらい世代の前のやつなので、プレイステーション1ぐらいまでのね、動作ができるようなタイプになるものと思われます。はい。で、以前からあった V90 の、シェルのタイプの色を、黄色とオレンジがね、以前は出てたんですけども、この黒をね、新しく出しますよっていうね、今更感があるんですけど、最近ね、ミーヨの登場によって、こういったちっちゃくて安いっていう商品が割と売れる筋の商品らしいので、多分そこを狙って、黒を出して、小銭をね、ちょっと稼ごうっていうタイプの商品になるかなと思います。なので、V90 を持ってる人にとっては、何の価値も魅力もない商品なんですけども、新しい、一応カラーがね、出ますよっていうところの、告知でしたね。はい。で、もう一つがですね、これがね、皆さんに多分一番刺さるんじゃないかなって思われる商品で、商品がね、RGB10S という商品ですね。だから MAX の逆張りという感じですかね。多分、RGB10 をベースに、本体の方をね、少し小さく作って、で、LR の方をね、この、縦並びにしましたっていうような感じの商品ですね。で、これ、おそらくですけど、シェルの元になったのは、この、レトロイドポケット2プラスなんじゃないかなと思いますね。これを、元に、ちょっとね、クローン的な感じで作りましたっていう感じですね。で、これはね、おそらくスペックが、これも、詳細なものがまだ発表されてないんですけど、おそらくは、RK3326 あたり、もしくは3128
っていう形になるのかなと思いますね。もしくは、もう一つ考えられるのは、A20 ですね、のタイプ。最近出たのゲームボーイ型のやつですね。に、SD905 かなんかの、ちょっとしょっぱめの、アンティスで言うと確か6万5000前後ぐらいなんですかな。の、チップを乗せたアンドロイド機っていうことも、まあ考えられなくもないかなと思うんですけど、先ほど言ったようにね、この V90 のように、小型で安く買える商品、この辺が売れ筋だっていうところを狙って出してきた商品だとするんであれば、おそらくアンドロイドベースじゃなくて、さっき言ったように3128とか、3126かな、とかそのあたりの、RK シリーズのチップを積んでる商品で、小型だよっていうところを売りにした商品なんじゃないかなって思いますね。はい。まあ、いずれにせよね、これ一番、一応私の方でツイッター上げてみたんですけども、皆さんこっちの方にね、結構食いつきがありました。はい。なので、まあ、これはね、結構注目度高いところから見ると、まあ、このね、見た目で結構売れちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。といった感じで、パウキリのね、3つの商品が今日、発表されましたっていうところですね。はい。で、次はですね、今後、私が買う予定の商品の紹介に行ってみたいと思います。はい。でね、私の方は、ちょっとね、最近、まあ、中華ゲーム機の動向を鑑みて、ちょっとね、路線を変えていこうかなっていうふうに思います。っていうのも、以前はね、ちょっと新型っていうか、新しい商品をどんどん購入して、まあ皆さんにね、少しでも情報をお届けしていこうかなっていうふうに、早くっていう形でお届けしていこうかなと思ってたんですけども、まあそれはね、申し訳ないけどちょっとやめました。っていうのも、まず一つ目の理由としてですね、中華ゲーム機が Android 市場に、移ってきているっていうところで、私の中ではね、もう中華ゲーム機はアンドロイドベースになるんであれば、そんなに価値はないかなって思っているんですよ。っていうのも、まあ、前々からね、言ってるように、アンドロイドベースで、エミュレーターをやるんだったら、絶対スマホの方がいいので、もうこれはね、間違いないことなので、なので、もうアンドロイドベースで中華ゲーム機を2万3万で出されても、そんなにね、魅力を感じないんですよ。3万とか2万をかけてね、中華ゲーム機欲しいかって言われると、私は、欲しくないので、なので欲しくない商品を買っても、コスパが良くないですねっていうので、結局終わっちゃうと思うので、どんなに操作性良くても、そこに執着してしまうと思うんですよ、最終的には。なので、私は結構コスパを重視して、商品を良し悪しつけるタイプなので、まあ、皆さんにね、お届けできる情報として、そこでしか評価できない男なので、あんまりね、適正な評価が下せないかなと思ったんですよ。で、あともう一つはですね、やっぱりね、商品提供を受けてる人の受け取りが異様に早いので、なので、まあ、その人たちが、まあ、散々レビューを出した後にね、私がレビューを出したところで、まあ、誰にも響かないし、誰も別に、情報としてね、欲しがらないでしょうというところで、そういったね、最新のものを紹介していくっていう傾向はね、やめました。はい。で、先ほど申し上げた通り、やっぱり中華ゲーム機って安くてなんぼでしょっていう風に私は思うんですよ。安くて、なんかいろんなことができるぞ。まあだけど作りは粗雑だよねっていうところが中華ゲーム機の本懐だと思うので、なのでその中で良さそうな商品とか面白い商品を今後は紹介していこうかなって思います。もちろん個人的に新しい商品で、これは結構面白そうかもなっていうのがあれば、値段がね、それなりにしても、個人的に買って紹介していくってことはするとは思うんですけども、基本的な路線は、今言ったような路線で行こうかなと思ってます。はい。で、その中で、まず、一発目に、購入しようかなと思ってる商品が、こちらのですね、パウキリーの X2 という商品になりますね。で、これはね、商品自体はね、もう20年ぐらいかな、2020年ぐらい。2年前ぐらいにね、もう発売された商品になるんですよ。で、なんで今更これを、購入しようかと思ったかっていうと、まず一番大きな理由がね、この7インチってところですね。はい。で、なぜこの7インチに、食いついたかっていうと、まあ、単純に私がもうおっさんなんで、まあ、老眼だからっていうところですね。最近この人気のあるですね、こいつ、ミニ、これ、2から揃えちゃいました。
コレクションアイテムとしてね、2から揃えてたんですけど、これね、ミーヨミニなんですけど、まあ、確かに作りも良くて、このサイズで液晶も、640×480 かなっていう形で、結構な高解像度なんですよ。で、PS1 ぐらいまで遊べますよっていう、かなり、遊べる商品なんですけど、やっぱりこの小ささゆえにね、この画面がね、ちっちゃすぎるんですよ。で、やっぱ長時間ゲームするにはね、ちょっとね、おっさんの目にはきついんですよね。疲れちゃってしょうがないんですよ、もう。で、文字とかも追えないしってとこなんですよね。で、このミーヨミニでもちっちゃいですし、さらに言うと、この RP2 ですね。RP2 プラス。で、これも 3.5 インチあるんですけど、3.5 インチでもね、やっぱちっちゃいんですよ。正直な話。きついなって、今日 PSP のね、エミュレーターの研修やってて思ったんですけど、やっぱね、きついっす、この 3.5 インチ。文字があるタイプのものをやろうとするとね、きついですね。はい。なので、やっぱり、モデルとして私は5インチ以上っていうのが長時間プレイするには、おっさんの目には優しいなって思ったんですよね。で、まあ、最近、ジャンク品を買って修理して使っている、RGB10 Max 2。で、あれも大きいですけど、やっぱり、4対3のゲームをやろうとかすると、画面がね、ちょっと端っこ見切れちゃって、で、じゃあフル画面にすると横に引き伸ばされちゃって嫌だなっていうところがあったんで、であれば、この7インチだったらどうなんだろうっていうところが興味あったので、こいつをちょっと行ってみようかなと思ったんです。で、7インチのやつね、いろいろ出てるんですけど、なんでこれを選んだかっていうと、このね、パウキリの X2 なんですけど、これ出た当時はね、結構散々言われてたんですよ。この D パッドが前はね、PS、初代の PSP みたいな感じで、ボタンがね、この十字じゃなくてね、丸ボタンが4つついたようなタイプだったんですよ。で、これがクソすぎるっていうのと、あとこのアナログのね、スティックのところがくるくる回っちゃって、なんか使いにくいっていうのがあったんですけど、これ実はね、後にね、改善されてるんですよね。このボタンを十字ボタンにして、で、かつこのアナログも回らないようにしたらしいんですよ。なので、この後期モデルはね、割と、いいんじゃないかと思って、で、7インチの中で1万円以内で買えるっていうところで、こいつをね、ちょっと買ってみようかなと思ったんですよね。で、結局私ね、おっさんなんで、一番自分がハマったゲーム機ってスーパーファミコンなんですよ。なんで、正直ね、プレイステーション1ぐらいまで遊べれば、結構、十分かなって思ってて、プレステ2とか正直ね、あんまり、こういう中華ゲーム機とかで動いたとしても、あんまり遊ばないですよね、正直。X18S 持ってるんで、それなりにね、PS2 のタイトル、エーテルス X2 だったらね、遊べるタイトル意外とあるんですけど、なんかね、やっぱり、パッと手に取って、ちょろっとやって、1、2時間で切り上げるには、やっぱファミコンとかスーパーファミコンがね、やっぱ一番いいんですよね。はい。なので、このでっかい画面でぜひちょっとやってみたいなっていうのがあったんで、こいつをちょっと買って、改めてレビューしてみようかなと思います。まあ、この X2 のレビュー自体は意外と上がってるので、まあ今更ね、どういったものが動くかっていうよりは、まあ、この操作感とかね、画面の大きいことによって、どれぐらい、文字がちっちゃいゲームとかを快適に遊べるのかっていうところをお届けできればいいかなと思って、こいつを選びました。はい。ということで、1点目はこの商品になります。はい。次2点目行ってみたいと思います。はい。2点目はね、このね、パウキリーの X39。これ実はね、今年出たんですよ。ひっそり今年出たんですよね。はい。で、知らない方っていうか、私もね、あんまり知らなかったんですよ。で、見た目が、ポケットゴーにそっくりなんですよね。ポケットゴーじゃなくて、プレイゴーかな。プレイゴーにそっくりなんですよ。ここに3つボタンついててっていうところあたりがね、プレイゴーをパクっただろっていうような筐体のデザインなんですけど、こいつをね、ちょっとね、買ってみようかなって思ったんですよ。で、中身の性能はね、これね、ミーヨとほぼほぼ一緒なんですよ。プレステ1まで動いて、メモリが 128GB っていう感じで、ちょっとしょっぱめのやつなんですけど、なんでこいつを選んだかっていうと、まずね、モニターのインチが 4.31 ってとこなんですよね。で、プラス値段がね、かなり安いんですよ。これ私、ここで買ったんじゃないんですけど、別のストアで注文したんですけど、4500円ぐらいで売ってたんですよ。なんで、4000円台で 4.31 のモニターの中華ゲーム機って、今までなかったんですよね。はい。なんで、さっき言ったように 3.5 インチだとちょっとちっちゃいけども、じゃあ次大きいところっていうと、まあ5インチ、7インチなんですけど、4.31 ってどうなんだってとこが興味あったので、この4500円で買えるんであれば、いいかなと思って、
ちょっとね、このモニター 4.3 インチで、ミオと同じぐらいのものが動くんであれば、ちょっと面白いかもと思ったんですよね。ミオ自体も、すごく、ビルドクオリティとかも高くて、プレステ1まで動けば、十分私のね、さっき言ったように、プレイ意欲を満たしてくれますんで、そのあたりで、性能はまあちょっと低いけども、4.3 インチっていうところで、ジャストフィットのサイズなんじゃないかな、もしかしてっていうのがあって、ちょっと注文してみました。ということで、まあこれね、一番最初に、頼んだ商品になって、ただちょっとね、在庫切れですっていうことで、今言われていて、2週間ぐらいですったかな、入荷するの2週間ぐらいかかるって言われたんで、おそらく音でっけ、私のところにされるのは、まあ、3月末とかになっちゃうかなとは思うんですけども、これもね、ちょっとそういった意味で、ちょっと購入を、してみた商品になります。だから、一番最初にこいつを買って、次にまあ、こいつを買ったっていう感じですね。はい、続けてこいつを買った。はい、でこいつの方が、ただ、在庫はあるらしいので、届くのは早いんじゃないかなと思いますね。はい。で、次、3つ目ですね。3つ目は、こいつですね。FC3000V2 という商品になりますね。で、実はこれも、まあ、この一番最初にね、紹介した X2 同様ね、結構だいぶ前に出た商品なんですよ、実は。これも2020年ぐらいかな、同じように2年前ぐらいからある商品なんですけども、これもね、実は、バージョンアップがありまして、もともとね、FC3000 という商品で出たんですけど、それの V2 ということで、バージョンね、2っていうね、後期のバージョンなんですよね。で、何が違うかっていうと、まずね、この液晶の、この液晶パネルがですね、もともとこの FC3000 はね、TFT の液晶パネルだったんですよ。まあ、いわゆる、一昔前のしょっぱい液晶ですね。で、遊べるエミュレーターも8種類しかなくて、スーパーファミコンとかね、遊べなかったんですよ。なんですけど、この V2 になってから、まず、液晶パネルが IPS になって、非常にね、精細な、画面のスクリーンになりましたよっていうところが、まず一点大きいところですね。はい。で、次に、内部のチップを少し性能アップさせたみたいで、動くね、タイトルが、スーパーファミコンと、ネオジオに、対応して動くようになりましたよっていう商品なんですよ。で、プレイステーション1とかは、動けませんっていう話ですね。なので、ミーヨとか、さっき紹介したこの X39 よりも、性能は落ちるんですよ。なんですけど、なんつってもこの価格っすよね。はい。3000円っすよ。3000円。IPS 液晶をついて、3000円で動く中古ゲーム機ってめっちゃ魅力あるなと思って、であとね、この筐体のデザインっすね、もう一つ。初代ファミコンのコントローラーに似せてるんですよね。なんで、ここがちょっと面白いのと、で、値段もね、3000円で安いっていうところと、あとはまあ IPS 液晶であるってところですね。で、モニターサイズはね、3インチなんで、まあ、正直、これ実用性は私にとっては低いんですよ。さっき言ったように、このね、3.5 インチ以下だと、もうちょっとね、きつすぎてね、老眼には、もう長時間プレイするのに向かないので、なんでこれはね、ミーヨと同じで、ちょっとコレクションアイテムとして欲しいなと思って、3000だったらいいでしょうと思って、ポチったんですよね。はい。なので、さっき言ったように、まあ、動くものは、スーパーファミコンとかネオジオ止まり、要するに、CD ロムになる前の、ゲーム機ですね。が遊べますよっていう商品なので、エミュレーター性能としてはね、しょっぱいんですけど、コレクションアイテムとしてはね、この見た目とかが結構そそるなと思って、で、しかも3000円で買えるっていうところですね。はい。なので、これをちょっとね、購入しようかなと思って、これもね、注文させていただきました。ということで、今後私が、まあ、紹介していく商品としては、この、7インチの、パウキディ X2、それと、パウキディの X39、それと、これの、これちょっとどこが出してるのかわかんないですけど、FC3000V2。この3つをね、購入して皆さんに順番にお届けしていこうかなと思います。で、まあ、最新機器も一応さっき言ったように興味があるものは、購入してお届けする予定ではあります。で、今、到着待ちしているのは、オーディンですね。オーディンはもう全然今、まだまだ来ないので、あと1ヶ月、2ヶ月ぐらいもしかしたらかかっちゃうかもしれないんですけども、まあ、届き次第ね、まあ、その頃にはね、もう結構情報出尽くしちゃってると思うんで、今更私が紹介したところで、皆さんに何のフレッシュな情報もお届けできないとは思うんですけど、まあ、一応、スマホのスナップドラゴン845のスマホと、
違いがあるのかっていうところはね、実証できるとは思うので、そこら辺をね、兼ねて実証していこうかなとは思います。はい。ということで、今日のね、お話は以上となります。ということで、また次回ね、こういったお話も少しずつ挟んでいくので、引き続きね、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。